これがでかい。死んじゃう。あ、俺ちょっと一番食ってるから抜けていいかな。あ、じゃあまあしょうがないですね。あ、なんか大きさ的にはこれ絶対勝つ気まる。もうサクってくる、サクっと口の中の痛覚という痛覚を常に刺激されてるかもね。素敵な表現。すごい。持ち秒、5秒ね、5秒。持ち秒5秒。あの5秒経過したら負け。OK ですか？新ルール。5秒経過したら負けだから、あの自分の手番の時に。よし。じゃあさやっぱ最初はグー、じゃんけんぽい。クレッショ、クレッショ。仲良しだな。あ、そうそう、いいよ、先に置く。いや、俺何も考えないから、もう置けないよね。引き分け。はい、じゃあ来ましょう。俺休んでる、休んだから俺は大丈夫。あ、でも結構次の勝負とかでなくなるんじゃん、あとこれだけ。うん。吸ってる時にむせるんだよね。辛いのが来ちゃう。もう一口いくわ。おお。つわもの、つわものプス。じゃあ来ましょう。最終はこれ、二口ぐらいで終わるなり。じゃあ次最終は結構ね、いい。最終ソースね、いっぱい絡めて綺麗に食べないと。じゃあ最後はじゃあこの残りを全部食うっていう方法で、クマさん頑張って。そう。はい。最後はマキナちゃんにプロポーズをします。ただし、一人だけ受け入れてもらえない人がいるんで、その人が最後全部食うということで決着つけましょう。すげえ汗。俺ちょっとドクターストップかかんない。そろそろ。尋常じゃない、尋常じゃない。放送できないレベルの汗かかる。すごい、なんかもうジム行ってきましたみたいな。三上さんはじゃあ赤。みんな赤6枚、赤6枚。はい、じゃあクマ緑、クマ緑。はい、じゃあ俺黄色。愛してる君は僕をとかね、ここら辺の言葉があるんで、緑。はい、黄色で、これがお題カード、ブラッドも混ぜましょうか。初期カードこれ6枚ね。これそれぞれ持ってますね。で、単語カード、これ単語カード、これよく混ぜて中央に置いておきます。で、各プレイヤー単語カードを6枚ずつ引いてください。じゃあ順番に、じゃあ配ってください。1234567234567、はいはい、123456、はい。見ていいんですか？で、用意スタートでオープンして、素敵なプロポーズの言葉を手札とこの、山札組み合わせて作って、最後に指輪を渡す。プロポーズ。じゃあ1個ずつ渡して、マキラちゃんが2つ取って残った人が負け。ね、あ、そういうこと。うん、じゃあ、考える時間は1分ぐらい。よし、はい、はい、せーの。おい、引き裂かれてるもう一部なんだよ。あ、これ絶対勝てる俺。絶対勝てる。
全部使わなくてもいい、全部使わなくて、全部使わなくてもいいですよね。ルーちょっといらない。はい、じゃあ俺、はい、ジャンプです。あとじゃあ15秒ね、対決するよ。逆に残り5秒、僕は4、3、2、1、はい終了。はい、じゃあ1人ずつ行きますか。じゃあ鹿さんからプロポーズを。鹿がおかしく、君も僕の一部なんだよ、君を引き裂かれても大切にするよ。逆に僕じゃダメかな。ね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ僕がいいですか。はい、ミカミックス。僕は、はい、君だけの、うん、高級マンション買ってあげるよ。金かよ。いいでしょう。すごいですね。これは来るでしょう。これはね、バーンって感じですね。勝てる。よし、熊さん、はい、熊さん、一生のお願いだ、うん、お父さんは絶対だから。君は誰にも渡さない。なんでお父さんだった。お父さんになった。はい、じゃあこれは熊さんのです。じゃあマキナちゃんが、あ、じゃあガチで選んだね。そのガチで、誰がなんとかっていうの、その人のあれはなしで、本当にこのプロポーズがいいなっていうのを、じゃあまず1番石川さん。あ、なんでもよかった。いや、まあ、大切にするよは強い。あ、うん、あ、なるほどね、大切にするよ。うん、しないよ。あ、でもこう君は誰にも渡さないっていうのいいな。もう絶対買ってあげない。絶対買わないから。マンション買ってあげるよってプロポーズじゃないの。キャバ嬢に言うの。欲しいな、やっぱ大体これ言うとなんか他のなんか大丈夫なんだけどな。こういう感じで言うと落ちるんだけどな。欲しいな。落ちるっていうか、あれのアフターとかに行くじゃない。アフターね、そう。というわけで三上さんの負け。わー。またマンション欲しいでしょ、だってマンション欲しいでしょ。残り1個建ての方が欲しいんです。最後書き込んで終わりにしたいと思います。わー、頑張って、はい、頑張って、すごい、頑張って。美味しいは美味しいよ、確かにこれは。あ、こぼしちゃった。はい、完食です。すごい、落ちたら来なくていいから。3秒ルール。3秒ルール、3秒経ってる。あー、面白かった。でもでもね、というわけで最初すごかったし、寒気がするんだけど。一番やばい、一番やばい、やばい。これ結構辛いの大丈夫なの。まあまあまあ大丈夫です。実は熊さんも結構やばい。いや、もうあの仮面の下はもう汗と涙。涙と鼻水を汗と汗は出る、確かに。やばい、はい、ボードゲームの説明とかぐったくなったやつ。思考が奪われる。思考が奪われましたね。というわけで、なんだっけ、極極激辛ペヤング焼きそばでした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。思考やりたくない。こういうの、でもこういうのまたいいんじゃないですか。おまけでね、ちょちょ挟んでいくの。ね、またなんかいいの見つけたら。こういうのだっていっぱいあるでしょ。うん、そうね、俺じゃあ次18金カレー。18金カレーね、あれもね。あ、手しびれてきたな。怖い怖い。お疲れ様でした。ありがとうございました。